様、早くこちらへ。逃げる場所を探すぞ。やめるぞ。お前のこと死んでねえぞ今仲間は。飛び出してねえのかよお前さ。で、サバランカーシビオ、どこまで奥行くよこの鉄道はさ。こっちから電池を返せ。言いたくないのこんなセリフなんて。ここに書いてあるからってすんなり言葉を出すな。あと70日ぐらいで舞台本番になっていきますね。はい、イチロー選手の名言なんだけど、1日ってダラダラ過ごしちゃいけないんですよねっていう言葉があって、1日を大事にしないやつは10日後もあんまり変わってないと。1日を大事にするやつは10日後は9日間あるからめっちゃ変わってるっていう言葉があるんですけど、稽古は、実際少ないです。そんなにないね、稽古とオフが半々で、オフの方が1日多いぐらいの1週間になっていくので、皆さんがいかに稽古で吸収をして、その吸収を消化して自分の中で血肉にしてまた現場に来てくれるかっていうところが大きな、一歩に、なっていきますので、皆さんそこをしっかりと、1日1日の大事に頑張りましょう。はい、春王たち出て舞台上、はい、感じになってる舞台になってます。なんで階段通路、階段、通路っていう感じで、この装置も、プロの大道具さんが来てどう、トンテンカンテンやるのではなくて、日差しプロジェクトいつもみんなで、で、始めたことはあんまない人のためにちょっと専門用語なんですけど、手前っていうか、客席と舞台の狭間がゼロです。認識としてゼロ、ゼロって。そこから離れていくに従って番号が増えていきます。なんで、もう舞台稽古始まっていくと、こっちの見え方が主軸になるので、半径動いて、円形動いてとか、お着髪とか、お手下とか、奥とか、肝とか言われるんですか。肝って気持ちのことで、肝動いて、気持ち動いてのこと、肝、もう肝、もう肝とかって言うんですけど、はい、肝とか、舞台慣れてるメンバーから飛び交う専門用語があって、それが分かんないときはもう、はいって手を挙げて、なんすかそれって勇気持って聞いて、誰も怒んないから、ごめん、むしろ俺が教え忘れててごめんねっていう話なんで、気づかせてくれてありがとうっていう話だから、なんか泣きそうじゃね。あ、もう主王のこと考えて泣いちゃってるよ。それは早いぜ。ちょっとフライ。あ、違うかな。はい、まあいいや。じゃあそんな感じで、じゃあやっていきましょう。はい、はい、じゃあ武将、敵兵、ちょっと敵兵何名かと、小作、武将、万作、出てもらっていいですか。ちょっと今、ざっくり説明、ちょっと曲聴きながら、セリフを仮読みするんで、なんとなく音聞いて覚えて、で、いたぞー、春王を逃がした。中央に相違ないな。いかにも。ほう。肝が座っている。貴様らの首、もらい受ける。また飛ぼか。我らが鎌倉を恐れるには足利の首が必須、決して逃がさぬ。一周神経、何が何でも突破するぞ。ちょっと前半音ハメなんで、音ハメというか、まあ、心地いいリズムでやってもらえると大丈夫だと思うんですけど、今の静かになった瞬間、密集陣形、チラチラチラ、何が何を突破するぞ、うおー、ダーンと、もう一回、リスタート。うん、っていう感じ。オッケー。エオ
ちでも止めるか。主王様、早くこちらへ。主王作、もうよい。主王様、諦めてはなりませぬ。もうよいのじゃ、もう逃げられぬ。あなた様が死ねば、あの世の持ち主様が。なんでもう泣いてんの。泣いてません。泣いてんの。お話は説得しようとしました。すいません。だからもう負けを悟ってても悟らせちゃいけないじゃん。大丈夫ですって安心させないといけない。なおさその足利持ち主の子周王にそういないなって言って、周王がいかにもって言わなかったらなんでここ言うつもりなの。周王を生かすな、周王を生かすと言われてる。隠せるもん。今俺が後ろに隠してって言ったのは守るための隠してるから、もう存在隠せばバレちゃった。だから乱世になってんじゃん。足利持ち主の子周王にそういないな。なんて言う。別に何も言わなくたっていいんだけどさ、何をするのじゃん。そこで牽制して何言うの。目的は何。突破することです。じゃあ最優先は道を切り開く。そうだね。そのために何をしてるの。すぐにでも密集させて突破することです。小作が右に行くって言ったら右だし、左に行くって言ったら左だよね。そうやってここまで逃げてきてんだよね。じゃあ囲まれました、どっちに行ったらいいか分かりませんっていう時に誰の指示を待つの。小作だよね。お父さんの指示を待つんだよね。だって春王を守ってんだから切り込むのはこっちでしょ。こっちが切り込んで安全確保しながら進んでいくんでしょ。最後の砦じゃん。じゃなかったらだって今井の一番に走り込んできてるのおかしいよね。お芝居っていうのは階段と一緒だから一段一段登っていくの。急に別の階段にも行かないし、急にエスカレーターエレベーターにならない。一段一段丁寧に登っていくの。自分が切り込み隊長の芝居をしたなら次も切り込み隊長の芝居しなきゃいけない。で自分の芝居をもう消しちゃってんの。嘘ついて。それだと舞台の感動つながっていかないから一段一段丁寧にやる。いまーす。出たぞー。出たぞー。出たで殺すんじゃないんだよ。岡井君。はい。
じゃないんだって。足を止めた子供がいて、その足を止める1秒か2秒で死ぬかもしれないんだってば。まだ分かってないよお前の微笑人間。何が何でも待ってるぞ。翔太くん、もう良い。主王様、諦めたらなりません。もう良いでな、もう逃げられない。あなた様が死ぬよ。あの世の持ち主様が悲しむよ。私は手を上がってたのに行って手を引きつける。そなたたちは逃げろ。私は明日は源氏の家臣、どうか最後まで女を渡っていただくと。いつお前の中で認めるんだよ春王の死を。悔しくねえのかよお前さ。行こうとするいけない、行こうとするいけない、行こうとするいけない。だから密集陣形っつって、お前らが犠牲になって道切り開けっていうの。何が何でも突破する、だから死ねお前らっていうの。一人で三人ぐらいに刺されて刀の道開けろって言うんだよお前が。そうやって進むの前にこちらもダメか。何がダメなの。息子一人の命じゃ切り開けないんだよ。もう肉壁が厚すぎて。だからこちらの誰か、守護様早くこちらへ。守護様諦めてはなりません。あなた様が死ぬな。あなたの持ち主様が悲しみます。分かんないんだよ自分だって正解が。もう行かせないんだよ。バイス作尽きてんだよここで。分かんないんだよ。だから声荒げちゃうんだよ。子供になって親だってそんな時あるじゃん。そしたら子供がさ言うんだよ、死にたいって。どこまでも深いんだよこの絶望はさ。私はアシカが現実なんだし、認めたくないんだよこの言葉を。最後まで勝てると思ってたの戦には。だけど援軍が来なかったんだよ3年間。みんなが持ち主を見捨てるの。みんなが持ち主に世話になってたのに。自分にもうちょっと人望があればもう500ぐらい、もう1000ぐらい兵士が集まって助かったかもしんないじゃん。そういう思い何度もしてさ、この3年間いろんな策めぐらしてさ、なんでそんな潔く死ねちゃうんだよ。イフロットがないんだよお前には。勝てたはずの未来が、生き延びれたはずの未来がないの。周王が結婚する、結納するってなって、自分が親以上に悔しかったり、同じ気持ちの持ち主と酒酌み交わす未来だってさ、生まれて育つまでにさ何度だって予感したはずだよ。仲間が死んで苦しい時にさ、そんな未来をさ想像しながら耐え抜いたはずだよ。仲間の死を見送って火で燃えてく仲間の死体を見ながらさ、天に向かってさ、そんな未来勝ち取るからなお前らって言ってたはずなんだって。なんでそんな簡単に諦めちゃうんだよそのお前がさ。頭ではもうとっくに諦めるべきだって、もう無理だって分かってんの。だけど気持ちがそうじゃないんだよ。なんでお前は 100% このセリフを言おうとするの。言いたくないのこんなセリフなんて。ここに書いてあるからってすんなり言葉を出すな。そんな安っぽい役者になるなお前は。映画に出たいんだろ。もっと広い世界に行きたいんだろ。この瞬間この小説だけは世界一できる役者になれよお前。
のためにお前にこの創作をチャレンジさせてると思ってんの。成長のためです。受け取ってないよ、それ。親に似るって言葉があるから、別に俺がそこに入ってさ、親にそっくり育ちましただって成立すんだよ。少なくとも俺ぐらい超えろよ。今の俺のここに体すら動かしてないこの俺の感情ぐらい超えてくれよ。優しい芝居をするな。